好きを学んで未来を目指す慈恵学園コムグループプレゼンツ夢はここから。こんにちは、スザンヌです。今回私がやってきたのは福岡スクールオブミュージック高等専修学校です。この番組は人生の大きな目標、夢に向かってスタートしたティーンエイジャー夢大きい人をご紹介します。では早速行ってみましょう。こんにちは、お邪魔してます。すいません。かわいいね。すごい、こうやってチームでやったりしてるのかな。あ、なんか音が聞こえてきますね。お、素晴らしい。お名前聞いてもいいですか。はい、中島カノンです。カノンさん、はい、カノンさんは今どういったダンスを練習されてたんですか。今は授業の一環でアイドル活動をしてるんですけど、うん、そのソーンプロジェクトというグループのダンスを踊ってました。うん、ちょっともう一度詳しく見せてもらってもいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。素晴らしい。すごい明るいミュージックがこう広がってくるような、そんなパワフルなダンスでした。ありがとうございます。ありがとうございます。この後も詳しくお話聞きたいので、はい、後でお話聞いてもいいですか。はい、お願いします。よろしくお願いします。改めまして、今日の夢大きい人をご紹介します。この方です。はじめまして、福岡スクールオブミュージック高等専修学校K-POP コース、K-POP ダンス専攻で勉強している中島カノンです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。出身と年齢と何年生か教えてもらってもいいですか。はい。はい、福岡県福岡市出身の18歳、今高校3年生です。3年生、はい、そうかそうか。この K-POP ダンスを最初に見たのは何歳の時で、誰のダンスを見て影響されたっていうのはありますか。はい、幼稚園の頃に、その名前だ、カラーというグループのダンスを見たのがきっかけです。知ってる、すごく知ってる。私がすごいもう大人だった、その時。小さかった、うん、まだ本当。で、ずっとお母さんと一緒に家で踊ってたのが記憶にあって、はい、それが初めて K-POP に触れ合った時でした。うん、そっか、それを見てなんとなく憧れていて、はい、でそっからダンスを習い始めたっていう感じなの。はい。何歳の時から始めたんですか。3歳からジャズダンスをしてました。ジャズダンス、共通点とかってあったりするんですか。やっぱジャズダンスは綺麗に見せることが大切だなって思うので、うんうんうん、韓国のグループは揃ってるダンスを見せるので、そういうとこでは綺麗さという感じで、うんうん、あ、そういうところが共通点があるかな。はい、いろんな学校あると思うけど、この学校に入りたいって親御さんに相談したりとか、あとした時にどういう反応でしたか。もともとお母さんが結構私の考えに全部賛成してくれるような人だったので、うんうん、この話をした時は、うん、自分の好きなように進学していいよっていう感じでした。優しい。なんかカノンちゃんは中学生でもこの学校に入りたいっていう明確な意思があったっていうことだもんね。はい、どういうふうに見つけたの、この学校は。私はもともと中学校の時に、うん、中学校にあまり行けてなかったので、うん、フリースクールみたいなとこに通ってて、うん、そこにここの学校のパンフレットが置いてあって、そこに惹かれて、あれちょっと行ってみたいなっていうので、はい、お母さんに相談したら、もう全然一緒に決めていいわよみたいな。はい、わあ、よかったね。一番入りたかったこの理由っていうところでは、どういったところがやっぱり一番の理由になってくるのかな。はい、ダンスがもともと好きだったのと、うん、K-POP が好きだったので、うん、どちらもできるのがいいかなって思ってやりました。確かに。入ってみてどうですか、いざ。すごい楽しいです。なんか同級生とかも、うん、やっぱ人が多いので、確かに、いろんな人と関われていろんなことを知れるので、うん、すごく楽しいです。
あの学校ではこのいろんなダンスあると思うんですけど、どんなダンスの授業がありますか？K-POP コースなので、うん、K-POP のダンスはもちろんなんですけど、うん、普通のダンスだとヒップホップの授業があります、うん、ヒップホップっていう授業名なんですけど、うん、先生がいろんなジャンルのダンスに挑戦してくれるので、うん、私たちもすごい新しい勉強になってます。うん、じゃあヒップホップも奥が深いわけですね。はい、そっか、そういうのがあるんだ。でもその中でも一番好きな授業は何ですか？一番好きな授業は、ソーンプロジェクトというアイドル活動を行っている授業です。そのソーンプロジェクトではどんなことを勉強したり授業したりしてますか？ダンスと歌はもちろん見せ方だったり、うん、私は衣装係という係を担当しているので、はいはい、うん、そこから将来のことを見つけれたので、うんうん、そういうとこが。この衣装係はどういうことをするの？メンバー分の衣装を考えたり、うん、大阪に衣装がいっぱいあるんですけど、うん、本校の方に、うん、そこから送られてきたものをみんなに配るときに、うん、確認して、はい、そうです、このサイズはどうかなっていう、はい、じゃあもうフィッターさんみたいな役割もするってことだね。将来の夢は衣装係をしてから見つけたっていうことだったんだけど、はい、どういうことを将来の夢にしているんですか？この学校には K-POP が好きで入ったんですけど、うん、日本のアイドルもすごく好きで、うん、そこで衣装を作、すごい衣装が最近一人一人作ってるグループとかがあったりして、うん、すごい可愛いなと思ったので、うん、そういう日本のアイドルの衣装を作りたいなって思ってます。うんうん、そっか、じゃあ将来もまた楽しみが増えますね。そうです。はい、そして中島さんがとっても頼りにしている先生がいらっしゃるんですよね。はい、そうです。はい、ソーンプロジェクトの講師の高石恵美香先生です。うん、ご登場お願いします。高石先生、お願いします。でもソーンプロジェクトでは何の担当をされているんですか？そうですね、さっき本にも言ってたんですけど、うん、衣装係として、うんうん、やっぱそのそれぞれライブとかイベントに出演する際のそのライブとかイベントのコンセプトとか、うん、会場とかに合うような衣装、うん、衣装もたくさんそのプロジェクトあるんですけど、はい、それをカノが考えてくれて、うん、あ、じゃあこういう衣装にしようねっていう感じで、はい、衣装担当はいかがですか、中島さんの仕事っぷりは。うん、もうなんか今までは結構その私がそのマネージャーも担当しているので、はい、こっちで決めることとかもあったんですけど、カノンが3年生になってからもうお任せ、もうしっぱなしで、すごいその衣装の回収だったり配るのも一人で全部その衣装係の後輩たちをまとめながらやってくれるので、はい、もう完全にお任せしてます。すごい。じゃあ、高橋先生から見て、はい、どんなところを中島さんに期待しますか、今後？本人もめちゃくちゃアイドルが好きだし、うん、そういうのに興味がある、センスももちろんあるから、うん、なんかこうもっとこのそのプロジェクト勉強したことも活かしながら、うん、なんかちょっと有名なアイドルの衣装とかを、うん、なんかカノンが手掛けてくれるようになったら嬉しいなと思います。うんうん、楽しみ。卒業後はもう決まってるんですか、こういう風にしたいなとかっていうのは？はい、うん、服飾の学校に進む予定です。もう本当にその道を突っ走る感じなんですね。はい、林先生もありがとうございました。はい、ありがとうございます。貴重なお話、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。それでは最後に伺います。中島かのんさん、これから10年後の未来の自分に送る言葉は何ですか？はい、衣装デザイナーとして日本のアイドルの可愛い衣装を作っていると思います。可愛い衣装作ってそう。なんか本当にそういう想像が。リアルにできるなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。今日の夢を大きい人は福岡スクールオブミュージック高等専修学校 K-POP ダンス専攻で勉強している中島かのんさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。